青コーナー166センチ69.5キログラム、パンクラス初参戦、関祖君。赤コーナー177センチ74.3キログラム、パンクラス戦績1戦1敗、坂口幸雄。第2試合、日韓対抗3対3の続いては中堅戦であります、ウェルター級戦として行われます。まず赤コーナー坂口幸雄、チーム坂口道場。対する青コーナーチェ・キーソク、チームタックル、今夜初参戦となります。さあ、まずは赤コーナーの坂口幸雄でありますが、4月の後楽園ホール大会で、プロデビュー戦を勝利で飾るがごとく勢いづいて、リングに上がったものの、しかしながら返り討ちにあったという苦々しい結果を残しております。今夜は負けるわけにはいかない、これはもちろん最低条件であります。その中でも今夜の勝ち方いかんによっては、今後の坂口幸雄の行く末、あるいは行く道が、あるいは決まってしまうかもしれない。今夜こそはという、そういう思い十分に、ここ後楽園ホールでどういった戦いを見せるのか、坂口幸雄。対する初参戦チェ・キーソクです。さて、第2試合の日韓対抗中堅戦第1ラウンドが行われます。まずは打撃で入っていったのがチェ・キーソクでありますが、それに合わせて膝2連発3連発、今度はボディ、そのまま膝で攻撃を続けているのが坂口であります。あ、重い膝連打です。ここで抱えていく水棒から、いざこれは角度、あるいは距離的にも顎を捉えられるところにあります。坂口の膝です。思い出します、あのパンクラスゲートで見せたセンセーショナルなあの光景、伸び膝一発で相手を沈めていく、それがここプロの舞台においても、今夜それがいかんなく発揮されるのか。バックに回っていく、首を取っていった坂口、